どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。エルデンリング。今回はここにこんなボスいたんだっていうのがあったので、竜王プラキドサクスっていうボスなんですけど、その出現場所と倒した時に追憶が手に入るので、その追憶でね、交換できる武器と祈祷もご紹介します。竜系の敵は各地にいると思うんですけど、プラキドサクスは竜王ということで、結構強いです。 特徴としては範囲の広い攻撃が多かったりとか体力も多めですじゃあまずは出現場所からご紹介します場所はここ崩れゆくファルマーズラファルマーズラへの生き方からご説明しますまずは巨人たちの参令のここで火の巨人を倒しますボスを倒したらその先の祝福巨人の火の釜に向かいますこの祝福でメリナと会話することでファルマーズラに移動できます そしたらファルマズラの大橋梁の脇っていう祝福に向かいます読み方間違ってたらすいませんそれでは祝福からのルートをご覧ください はいこの場所に着いたら横たわるっていうアクションが出てくるので実行してくださいちなみにここで横になるとボス戦になります結構かっこいいボスなのでこのボスの武器とか祈祷をご紹介する前にちょっと雰囲気ご覧ください はい、倒したら追憶が手に入りますのでプラキドサクスの武器とか祈祷を入手する場合は指読みエンヤのところで交換してもらってくださいではまず祈祷なんですけど上空から竜王プラキドサクスの金色のブレスを履くこの祈祷は使用スロットが3枠なので結構かさばるんですよねで消費 FP も結構大きいのであんまり連発はできないかなそして武器がこちら武器カテゴリーとしては重視券で読み方合ってるかな 隣に同じ武器カテゴリーで同じく最大強化一歩手前の武器出しておきますので参考程度に見比べてみてくださいまあ、片方が通常武器枠なのでちょっとね強化値に違いはありますが似たような状態だと思いますこの竜王の武器は技量系の武器なので必要能力値としては筋力18技量37ちょっと技量の要求が高めですねそして能力補正技量が B までいきます 攻撃力が飛び抜けて高いっていう武器ではないんですけど、属性としては雷がついてます。それでは戦技なんですけど、これが結構便利です。便利というか使いやすいですね。自分が赤い雷雲になって敵の方に近づいていって雷をまとった突き攻撃みたいなのをするんですけど、これがね、先手を取りやすいと言いますか、とりあえず一発当てておきたいっていう時に便利な気がします。 ちなみに最大強化するとこんな感じ能力補正は表記上プラス9とプラス10で変化はないですでは武器と人を実際に使ってきたので見ていきましょう武器の方はやっぱ戦技が便利ですね確実に初撃を入れつつかなり追撃につなげやすいので敵のタイプにもよりますけど自分のペースに持ち込みやすい武器ですね 戦技を発動するとまず赤い雷雲になるんですけどそのままねボタンを押し続けることで雷雲状態での移動距離が伸びますでこの雷雲にも当たり判定があって多段ヒットみたいになるのでその後の突き攻撃までしっかり当たりやすいですね敵によっては一方的に攻撃をし続ける状況を作れるので結構強い戦技だと思います消費 FP もそんなに多くないのでそういう意味でも使いやすいんじゃないでしょうか それでは祈祷の方も見ていきましょう気筒の方はちょっと微妙かもしれませんこれはどちらかというと対複数向けですかね横から2回投げ払うようにブレスを打った後に下から上にっていう感じなんですけど何て言うんですかね発動から正面の敵に攻撃が当たるまでに少し時間がかかるのでその間に接近されて攻撃もらっちゃうみたいなこともよくあります ま投、あ、げ払いブレスみたいのを2回してくれるので複数の敵には結構有効なんですけどねただ意外と扱いが難しかったり消費 FP が大きかったりするのでこの祈祷が活躍する場面っていうのはちょっと限られてくると思います流径の祈祷だと腐敗ブレスとか結構強かったりするのでそっちでもいいのかなっていう感じはしますねなので個人的には武器と祈祷どちらかを交換するっていう場合は武器の方がおすすめです はい。ということで、今回は竜王プラキドサクスとその武器、祈祷をご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして、概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。